自分は夏まで部活をしていて、そこから勉強して合格まで間に合うか不安だったんですけど、それでも最後まで諦めずに勉強した結果、志望校に合格できたので本当に良かったです。部活を引退してから塾選びに悩んでた時に、同じ部活だった子が工学館で勉強しているっていうのを聞いて、自分も工学館で受験勉強したいなっていうふうに思って、見学をした際に自習室が良かったのが決め手でした。入塾する前は勉強する習慣すらなかったんですけど、入塾してからは毎日勉強をするようになって、それから夏で基礎を固めた結果、冬から直前にかけて大きく成長できたと思います。自習室などの、集中して勉強できる環境が整っていることと、授業が少人数制なので自分だけでは解決できひんところなどを先生に質問して解決ができることです。受験は長期戦だと思うので、体調を崩さないために睡眠などの体調管理をすることが大事だと思います。あとは最後の最後まで諦めないことです。自分が受験勉強をしているときに、何度ももっと早く勉強してたらよかったなというふうに思ったことがあるので、後回しにせずに今すぐ勉強をして最後まで頑張ってください。